丸亀製麺天ヶ崎キューズモール店。丸亀製麺では麺職人の技と感性から生まれた47都道府県それぞれの食文化を生かした漬け汁で食べる釜揚げうどんを発売した。兵庫県で販売されるのはこれ、玉ねぎ店のポタージュ漬け汁並み790円。ただし本日は釜揚げうどん半額デーなので620円で食べれた。このメニューは甘さとコクのあるポタージュで打ち立てうどんがさらに美味しく食べれる。甘さを引き出したクリーミーなポタージュ漬け汁にゴロッとした甘い玉ねぎ天がたっぷり乗っている。釜揚げうどんは丸亀製麺の代名詞的メニューである。うどん本来の味を楽しむことができる。毎月1日が半額デーなのも嬉しい。オリーブオイルとブラックペッパーを仕上げにかけることでコクをさらに感じる。濃厚ポタージュは打ち立てうどんと相性抜群である。これはやばい、かなりやばい、うますぎる。このメニューかなりうまいので兵庫県民として大満足だ。これは他県民の人にもぜひ食べてみてほしい。食べると多分口いっぱいに幸せな味わいが広がると思います。俺は他の県のメニューもぜひ食べてみたいと思った。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。